年間1000本のテストを作る編集プロダクション、プラウドゥーワンです。もう一度学びたい5教科、今回の動画は算数数学チームからです。どうぞ。今回は中学内容のテストを制作する際に問題文での注意点をご紹介します。今回は平面図形を題材として取り上げます。ではこちらの問題をご覧ください。下の図の平行四辺形 ABCD で辺 AD 上に点 E を、角 BEC イコール90度、 BE イコール 6cm、 CE イコール 8cm となるように取る。この時平行四辺形 ABCD の面積を求めなさい。この問題文には一見不備はないように見えますが、改善したい点があります。それはどこでしょうか。動画を一時停止して考えてみましょう。解説は5秒後に始めます。それでは解説を始めます。問題文で改善したい点は、問題の条件にある辺 AD 上に点 E を、角 BEC イコール90度、 BE イコール 6cm、 CE イコール 8cm となるように取るという部分です。平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に実際にこのような点 E を取ることができるかは、平行四辺形 ABCD の形状によって左右されます。もし平行四辺形 ABCD がこのような形状だったとします。問題文にあるような角 BEC イコール90度、 BE イコール 6cm、 CE イコール 8cm となるような点 E を辺 AD 上のどこにも取ることができません。辺 AD 上に角 BEC イコール90度、 BE イコール 6cm、CE イコール 8cm となるような点 E を取ることができるような平行四辺形であることを言うためには、問題文に平行四辺形の2組の辺の長さ、平行四辺形の内角の大きさの両方を条件として定める必要があります。しかしこれらの条件を問題文に組み込もうとすると、問題文が必要以上に長くなる上に、問題の本質から外れた不要な情報を多く与えることとなり、あまり好ましいものではありません。しかしこの問題点は、問題文をちょっと工夫することにより簡単に改善することができます。この問題文を次のように変更してみます。下の図の平行四辺形 ABCD で辺 AD 上に点 E を取ったところ、角 BEC イコール90度、 BE イコール 6cm、CE イコール 8cm となった。この時平行四辺形 ABCD の面積を求めなさい。この問題文では辺 AD 上に点 E を取った時の結果を利用して、角 BEC イコール90度、 BE イコール 6cm、CE イコール 8cm であることを与えています。このような言い回しを工夫することにより、平行四辺形の形状に関する情報を一切与えることなく、問題文を改善することができました。ちなみにこの問題の回答はこのようになります。そもそも図を与えておけば問題ではないというご意見もあるかと思いますが、図形問題では問題文だけで正しく図が書けるかという観点が大事になるので、ご紹介いたしました。今回はテスト制作時の問題文についての注意点をご紹介いたしました。テスト制作時には他にも様々な注意点がありますので、今後の動画でご紹介いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方は、コメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。